あ、おはようございまーす。ニコナチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。私はドリバリと申します。トントンリサーチスタートします。元気ですか？誰だマイナス 48K 放送でお送りってまだわからんよ。はい、いうことでですね、こちらの番組なんですけれども、私がまあ下手くそなんですけれどもね、自分なりに一生懸命店内の状況を見てですね、まあ豚なりにトリュフを見つけようという企画でございます。あ、なんであの逆回転。基本的にあれの生フラグと今みたいに疑似で変換する抽選を通常時してるんです。 ART 中もしてるんですけど、あれがこの台のゲーム性のメインなのかな。ブラッドアイズ柄を揃えて、ちょっと待って、みんな、はあ、緊張してきた。ワン、ツー、スリー。どっち、やったー。見たか、線はこうやって入れるんだよ。よし、アドニー、その引きは寿命を対価でゲットした。これで死ぬ時期が早まる。はい、はい、なんかこの返す画面もなんかは謎がありそうだよね。で、まあ、一番初めは安心して見てられる。で、多分この上乗せとかもこの成立役を参照してとかあると思うんで、やっぱいい役を引いた方がとかあるんでしょうね。避けられて次、はい、させん。目の前で終わっちゃったね。ということで、上乗せゲーム数495ゲームなんで、突入前のゲーム数忘れたけど、1217ゲームラストというのはご理解ください。行く行かないだけで大変。まあ、まあ難しい。僕が思うに、まあこの話であんまり引っ張ってもあれなんであれですけど、後半とかだったらわかる。前半から手を貸しすぎると、あ、見てる人もなんだろう、そんな結構本人今の時点でも大変だと思うんだけど、全然大変だと思ってくれなくなっちゃうみたいなのがあるから。え、でも十分だよね、165ゲーム。ちなみにこれがもし続いてたら、またエピソード経由してサイアフェーズストックしてっていうのができてたんですけど、まあまあまあ十分。ほら言ったじゃん。だから特に裏乗ってるとかそういうタイミングでレイアウト引いてないって言ったのに。
ね、このブラッドプラスは ART が終わってもチャンスゾーンには行けます。これね